今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープはバーニングプロダクションの闇です。何か燃えてるプロダクションって感じね。言葉そのままだな。バーニングプロダクションって言うと芸能界に影響力が強いってイメージがあるけど、何かいかにも闇がありそうだよな。はい、今日は芸能界でも大手であるバーニングプロダクションの闇をテーマに解説していきたいと思います。有名芸能人が所属する事務所に一体どんな歴史があるのでしょうか。気になるわね。それではゆっくりしていってね。バーニングプロダクションを語るにはこの方を欠かせません。代表取締役社長の周防郁夫さんです。周防さんは一代でバーニングプロダクションを築き上げ、芸能界のドンと呼ばれるまでに上り詰めました。バーニングイコール周防さんと言っても過言ではありません。芸能界のドンって迫力あるわね。ただでさえ闇がありそうな芸能界でドンって呼ばれるようになるって一体何をしてきたんだ。最初に周防さんの経歴について簡単に解説します。周防さんは1941年1月11日千葉県市原市で生まれました。1960年に高校を卒業後、当時千葉県議会議員だった小浜田光一さんの運転手となります。政界の暴れん坊って呼ばれていたあの浜光さんね。浜田さん自身自らや座であったことを生前に公言しており、資金のなかった浜田さんに運転手として周防さんを紹介したのも組の関係者だったという話もあるようです。組の関係者の紹介って高校の時からや座とつながりがあったってことなのか。周防さんはその後芸能プロダクションに入社し、当時所属歌手だった北島三郎さんの運転手などを務めます。1968年には現在のホリプロへ転職。その3年後の1971年に独立し、国際プロダクションを設立。間もなくして、今のバーニングプロダクションに改称しました。11年間現場で修行して、自分の会社を立ち上げたのね。生き馬の目を抜くような業界って言われてるからな。一人立ちしてタレントを集めるなんて大変だったろうな。その後、郷ひろみさんや小泉京子さん、細川たかしさんや藤原紀香さんなどを輩出し、芸能界に影響を与える存在となっていきました。ウェンツくんと小池徹平くんもいるのね。でも、所属しているタレントの数はそれほどいないわ。設立から50年経って、影響力あるのにな。なんで少ないんだ？バーニングプロダクションの傘下には多くの芸能プロダクションが存在します。畑美紀子さんや牧陽子さんが所属するレプロエンタテイメント、吉岡里帆さんや神尾楓珠さんが所属する A チームなどがあります。全部ひっくるめたら、すごい数のタレントさんになるってことね。なんでそんなに傘下の事務所ができたんだ？周防社長は、マネージャーたちへ自分がいつか社長になるつもりで、頑張るように伝えてきたそうです。能力あるマネージャーたちは独立し自らの事務所を構えることとなります。その結果、巨大なグループを築くこととなりました。そんなこと言われたら、頑張っちゃうでしょうね。自分のやり方を部下に伝授していたってことだ。こうして一大グループとなったバーニングプロダクションですが、影響力の強さからか裏では黒い噂があると話題になってしまいます。ここからは、その噂について解説していきましょう。何か怖いわね。まずはや、座との関係についてです。最初にお話ししたように、周防社長は芸能界に関わる前、や、座を辞任していた浜田光一さんの運転手をしていました。それも組の紹介だと言ってたよな。独立してから会社が大きくなるまで、私たちには想像もつかないような苦労があったものと思います。しかし、その過程で裏社会とのつながりがあったようなのです。まさに利権あるところにや、座ありってイメージね。カラーテレビが一気に普及し始めた時代だからな。オーディション番組も始まってテレビの力が拡大して、有力なタレントの数だけ利益が上がっていたんだろう。もともと芸能界には裏社会の影響が及んでいたようで、様々な揉め事は避けて通れない道だったのかもしれません。テレビがなく舞台が主流だった時代は、興行を仕切るや、座の存在は全国に存在していました。必要悪ってやつかしら。お祭りの縁日なんかもそうよね。歌謡界の女王、美空ひばりさんの話は有名だよな。組が彼女のために芸能プロダクションを設立したって話だからな。2013年、バーニングプロダクションである事件が起こりました。2001年の銃撃事件がきっかけで、10年来用心棒として付き合いのあった裏組織の総裁からバーニングを潰すと言われてしまいます。理由は交わしていた約束を反故にされたというものでした。10年来のお付き合いってすごいわね。
しかもその始まりが銃撃って、何をしちゃったのかしら ?2001 年の5月と10月に赤坂の事務所に銃弾が撃ち込まれたんだ。ただ、銃撃された側が沈黙を守っていたようだから、次第に沈静化したようだな。裏で起こった話は裏でつけるってことだったのかもしれないぜ。起こったトップは自身が総裁を務める右翼団体、大日本新政会を、中心にネットや街宣車をフル活用して暴露を開始します。その内容は驚くべきものばかりで、この内容をネタに週刊誌が動き出すほどでした。どうなってるの芸能界。一つ目のネタは、2回目の銃撃は周防社長の自作自演というものです。その理由は1回目に銃弾を撃ち込んだ相手を脅すためということでした。真相は未だに謎で、誰が何のためにやったのかは不明です。相手を脅すってことはこれで終わりじゃない、覚悟しろ。とでも言いたかったんだろうか。二つ目は、モーニング娘。の接待疑惑です。NHK のプロデューサーを接待するために、当時10代だったモーニング娘。の Y さんを呼び出し、お小遣いを渡して接待させたというものでした。プロデューサーは局内で力を持った人物であったことから、この衝撃的なネタは、週刊誌でも取り上げられ広まることとなりました。ちょっと、Y ってどこの誰なのか気になるじゃないの。他にも周防社長がモーニング娘。の他のメンバーとの大人な関係について、ある裏組織の関係者にビデオを撮られて脅されていたところ、総裁に助けを依頼してなんとか収めたという話も飛び出しました。すごいネタだな。しかし、こんな話を知るお父さん世代は、娘を芸能界になんか出せん、ってなるのはわかるな。人の子供をなんだと思ってるんだって話になるぜ。この話に絡むこととなってしまった Y さんは、当時自身が不倫騒動を起こしたことから一時自粛していた頃でした。活動を再開した矢先のニュースとなったため、ファンにとっては複雑な心境であったと思います。ですが騒動を起こしながら現在も活躍する姿に、称賛を送る人も現れるようになりました。わかった、クローゼット不倫ね。そう考えたら、ヤグッちゃんは大変な反省を送ってきたのね。もう言っちゃってるな。まあいろいろあったんだろうが、今は当時の不倫相手と結婚して子供もいるっていうから、家族の幸せのためにも頑張ってほしいぜ。さらに三つ目のネタは元所属タレントへの妨害行為です。方向性が合わず事務所とたもとを分かつことを選んだタレントに対して、仕事ができないよう関係者へ働きかけるというものでした。よく干されてる芸能人みたいな話ってあるけど、本当にあるのね。そこでネタとして暴露されたのが、女優の水野美紀さんでした。美人女優として売り出したい事務所側と、アクションや舞台での活躍を望んだ水野さん側で折り合いをつけることができず、事務所を辞めることを選びます。本人だってやりたいことができないなら、そこにいてもモチベーションは上がらないよな。水野さんが干されたという話は今や有名ですが、総裁からの暴露した内容というのが、周防社長からの水野さん依頼というものでした。ま、ってどういう意味？芸能界からのって意味もあるだろうし、裏社会の話である以上、違う意味もあるかもしれないぜ。総裁曰く、水野さんは周防社長と長年愛人関係にあったものの、独立騒動で関係が悪化。その後、芸能界を干されることとなりました。反撃の意図があったかは謎ですが、水野さんが周防社長との関係を暴露し、激怒した周防社長が総裁へ間を頼んだというのです。やっぱりヤバい方の間ってことかしら。総裁の話では周防社長同様、水野さんのバックにもある暴力団の後ろ盾があったらしく、総裁は二人の仲介に入ったと言います。ですがその後も干される状態は続きました。2005年の独立から仕事は減少、重要な役どころを演じていた、踊る大捜査線の映画の出演もなく、この状態は2013年まで続きました。恐ろしくて何も言えないわ。芸能界で生き抜くってことが大変だってことはよくわかる話だな。そんな水野さんでしたが、2013年に昼ドラの主演という大きな仕事が入ります。あるパーティーの席上で、水野さんが周防社長に謝罪し許しを得たとのことでした。これにより水野さんはバーニング参加の事務所と業務提携し、この仕事をゲットしたようです。なんだか随分とわかりやすい話だわ。テレビ局が主演を決めるのって、そんなことが理由だったりするのね。そういえば2012年に上映された最後の踊る大捜査線には出ていたな。あの時は水野さんが映画に出演していないことへのバッシングが起こり、主演の小田裕二さんが周防社長に直談判したという逸話があります。男らしいわ、ドンに直接なんて、きっと誰もできなかったんじゃないかしら。しかし、他にも干されたって話題になった芸能人がいたよな。アマちゃんで人気を博したノンさんやローラさんは、それぞれバーニング系の、
プロダクションに在籍していましたが、どちらも退所騒動後に仕事が激減したようです。また、小林幸子さんの独立騒動も周防社長が関わっていると噂されており、紅白からも一時姿を消すこととなります。みんな同じ系列だったのね。芸能界がくだらない世界に思えてきたのは私だけかしら。でもみんなそれぞれ活躍してるよな。変な呪縛から逃れて、自由に活動してるように見えるぜ。小林幸ちゃんなんて紅白にも再登場していて、今や若者からラスボスなんて呼ばれているわ。ヨンさんの独立騒動には、アマちゃんで、お母さん役を演じた小泉今日子さんも影響を受けたという話があります。小泉さんはもともと周防社長のお気に入りのタレントだったようです。アマちゃん面白かったわよね。しかし、政治的にキャスティングが決まる実態や、事務所の意にそぐわない、と干されてしまうという現実に嫌気がさし、独立に向け周防社長にも直談判していたようです。さらにノンさんの退所騒動が小泉さんの決意を強いものとし、2018年に完全独立を果たしました。キョンキョンはテレビで見ていても芯が強い印象があったけど、やっぱりさすがって感じだな。ここからは周防社長を取り巻く女性にまつわるお話です。その女性とは藤原紀香さんでした。藤原さんは以前から周防社長の愛人と言われており、そのバックアップがあってかドラマ、CM にと次々に仕事が舞い込んでいました。確かに一時期はいつもテレビで見かけてたような印象があるよな。また周防社長とのつながりからか、藤原さんは山口組の幹部とも愛人関係だったという噂もありました。藤原さんが六本木のクラブで遊んでいた際、酔っ払いに絡まれてしまい、困って電話をすると、山口組の組員が4、50人ほど集まってきたという逸話が残っています。その時の酔っ払いも一瞬で酔いが覚めたでしょうね。もしかしたら50人分の交通費を請求されてるかもしれないぜ。藤原さんのこういった話はネット上で色々と語られていることもあり、周防社長を有名にしたのは、藤原さんがきっかけという話まであるようです。その後、同じ事務所だった俳優の加藤正也さんと熱愛が発覚したことがありましたが、周防社長がそれを許さず破局したという話もあります。同じ事務所内での恋愛スキャンダルって、どういうものかしらね。同じドラマに出てたというのはよく聞くが、社長との関係が事実だったとしたら、そこに手を出すってなかなかの話だよな。やがて藤原さんは芸人の陣内智則さんと2007年に結婚したものの2009年には離婚。陣内さんの浮気が原因と陣内さんは徹底的にバッシングに遭いますが、これも藤原さんを守るために周防社長がマスコミをも動かしたという噂もありました。もう何が来ても驚かないわ。またこの結婚自体が、バーニング所属の稲森泉さんが周防社長と愛人関係にあり、稲森さんへ心変わりした周防社長への当てつけだったという噂もあるのです。超びっくりなんですけど、もう勝手にやってくれって気分になってきたぜ。そして、2016年に歌舞伎界のスター片岡愛之助さんと結婚、離縁の妻となり今に至ります。ようやく落ち着くかと思われていた藤原さんでしたが、ここでも周防社長の話が登場するのです。なかなかスッキリといかないのね。どうもこの結婚に反対だったとか、結婚の挨拶が最初じゃなかったとか、はたまた離縁とのパイプ役になることを拒んだとか、様々な噂が飛び交います。真相は謎のままですが、バーニング関係者は全員、この結婚式への出席を辞退したそうなのです。これまでの関係性を考えたら、ちょっと異常事態よね。いろいろな噂にこと書かない彼女だが、離縁の妻を選んだ以上務めも頑張って最後は幸せになってほしいもんだぜ。ここまで、バーニングプロダクションの闇をテーマに解説をしてきました。芸能界のドン周防社長は、その他にもレコード大賞など受賞レースにも影響力を持ち、時には受賞者をめぐって金銭が動くこともありました。出来レースなんて見る意味ないわよね。しかし、圧倒的な権力で芸能界を牛耳ってきた一方で、これらのスキャンダルは、逆に消費者からテレビや芸能界への興味を失わせる結果となってしまったのかもしれません。視聴率の低下が物語っているよな。今日の解説を聞いてたら YouTube 最高って思えてきたぜ。今まで表に出ることのなかった周防社長が、2016年に雑誌のインタビューを受けました。周防社長は自身が口下手であることから、様々な噂に反論することもしなかったと話しています。さらに周防社長のこだわりは、自分がいいと思った歌を世に出すことだと語りました。競争の激しい芸能界だから、常に健全にとはいかないのでしょうけど、みんなでお腹を抱えて笑ったり、涙が出るほど感動させてくれる、すごい世界なのよね。子供たちが憧れて親も心から応援できるような、そんな場所になってほしいものだな。
バーニングプロダクションの闇について解説してきましたが、華やかな表舞台とは裏腹に、裏では利権をめぐり、しのぎを削る世界となっていたようです。引退も近いと噂される周防社長ですが、どうか闇から光へと変化をもたらすことはできないものでしょうか。それでは本日も閉店させていただきます。ミルでした。